はい。この授業では、温帯気候、C 気候の2つ目ですね。C 気候の中に、またいろいろな気候区分があって、1つ前までは2つやったんですね。大丈夫ですかね。CS と CW ってやりましたよね。今回は、あと残る2つ、CFA と、CFB。についてやっていこうかなと思ってます。あ、ごめんなさい。ちょっと色間違えましたね。CFB 赤で書きます。はい。で、本当にちょっと C だけはやたら内容が多くて、なんか B のところは授業一つか二つ、一つだったのになんかなんで C だけこんなにあるんだと思うかもしれませんが、非常に重要なのでしっかり見ていきましょう。CFA。っていうのは、これもまさに日本が当てはまってる気候なので、すごいわかりやすいと思います。温暖湿潤気候。温暖で湿潤っていうことですね。確かに日本冬寒いんですが、まあでも本州に住む皆さんだと、まあ最寒月一番寒い月にさすがにマイナス3度切ることはないなということで温暖湿潤なんですね。日本より寒い国はやっぱりたくさんあるので。で、これ CFA と CFB で出てきて、ほぼ一緒なんですが、区別するのが最暖月。一番暖かい月。こっちもあるんですよ。一番暖かい月が CFA の方が暖かくて CFB、つまりもう暑いですね。で、CFB の方が涼しいということですね。日本の夏考えてみてもらったらめちゃくちゃ暑いと思うんですが、とりあえず最も暖かい月の平均気温が22度以上になると CFA。で、先にもこっち言っちゃうと、一番暖かい月の平均気温が22度未満になると CFB になりますね。CFB っていうのが、これは、書いちゃおうかな。西岸海洋性気候って言って、ヨーロッパとか、あと、ヨーロッパ以外にもいろいろ分布しているところはあるんですが、とりあえず西岸海洋性ということで、とりあえずこれ、さっき地中海性気候で地中海って言ったんですが、地中海のあるヨーロッパのさらにちょっと北の部分、まあ、この赤で多分、あたりが大体西岸海洋性気候で考えてもらっていいんですね。この辺のイメージで考えてもらえばいいんですけど、一番暖かい月でもそんなに気温高くならないっていうことですね。大体こうやって書きましたが、これ結構地図を見る上で重要なんですが、その、スペインとかポルトガルのあるイベリア半島って、これそのままこれ日本まで持っていくと、大体秋田県ですね。で、日本で秋田県って言ったらもう結構涼しい地域だと思うんですね。一応 CFA に含まれるとは言って、で、しかも、盆地があるから、夏ですごい気温とか記録したりはしてるんですが、それでもかなり涼しい地域だと思いますよね、やっぱり。というわけで、ヨーロッパってやっぱりそれくらい北にある地域なので、夏でもそこまで暑くなることはない。ということで、西岸海洋性気候は22度未満なんですね。はい。で、話を戻して CFA。温暖湿潤気候、大体日本の気候どうなのかなって考えて見ていってるんですが、身の回りの木とか見てもらったら、どんな感じかなっていうことですね。日本で森とか観察したことがある人あんまりいないと思いますが、広葉樹と針葉樹。要は葉っぱが広い感じの木と、あと針葉樹。これはあれですよね。松とか、こう、葉っぱがシュッて長くなってる。そういう木っていうのが混在している、混合林。もうそのままですね。
本合輪を形成しています。で、温暖湿潤気候の中でも、日本はとりあえず降水量多いんですが、降水量の少ない地域もあります。年降水量が1000ミリ以下だったらどうなっているかっていうと、あんまり木は生えないんですね。というわけで、こういうところでは、温帯草原っていうものが広がります。で、熱帯雨林ってやったときに、熱帯雨林を各地の呼び方でジャングルとかセルバとか分けるってやったじゃないですか。温帯草原も一緒なんですね。ちょっと各地で呼び方が変わるということで、アルゼンチン、アメリカ、ハンガリーっていうこの3つの温帯草原の名前が全部違うんですね。もう非常に煩わしいんですが、これちょっと覚えてしまわないといけないので、頑張って頭に入れましょう。アルゼンチンの温帯草原のことを、頭が疲れてる。すごい。アルゼンチンの温帯草原のことを湿潤パンパと言います。で、アメリカの温帯草原のことをプレーリーと言って、あとハンガリーどこだよって思う人も結構いると思います。この辺ですね。この辺です。で、ここをプスタと言います。この3つ、名前だけ覚えておいてほしいなっていう感じですね。で、あとアルゼンチンとかアメリカとかで、あとで湿潤パンパプレーリーがどこにあるかなっていうのは確認するんですが、基本的に大陸の東側なんですね。日本も島国なんですが、もうヨーロッパじゃユーラシア大陸の一番東って考えてしまえば同じですよね。で、中緯度。とりあえずだから中緯度地域の大陸の東側に多いのが温暖湿潤気候なんだよということです。はい。とあと西岸海洋性気候を見てしまいましょう。あんまり暑くならないんですよね。で、あんまり暑くならなくて、冬も実は、冬季でも、比較的温暖ってなってて、これはなんかかなりベーシックの方の授業で、ヨーロッパ地域をやった時に見てると思うんですが、なんででしたっけ？なんでヨーロッパって冬でもそんなに寒くならないのか。これは暖流の北大西洋海流が沿岸部を流れているからでしたよね。で、暖流が流れているということで、冬季でも比較的温暖ですよということですよね。はい。で、どんな木が生えているのかなって考えると、これはもうほぼ日本と変わらないですね。落葉紅葉樹林、とりあえず葉っぱを冬になると落ちますよということですね。で、針葉樹林も混ざってて、こっちも同じ混合林です。で、雨の量っていうのが、そこまで多くなる地域も、そこまで少なくなる地域もない。ということで、かなり安定した場所ですね。で、どこにあるのかなっていうと、だいたい40から60度、北緯。さっきも秋田県って言ったと思うんですけど、秋田県がだいたい40度なんですね。で、それより北の部分が多いので、だいたい40から60度のかなり高緯度の、大陸の西岸で、こっちはもう西岸海洋性気候って言ってるので、すぐに思いつきやすいと思います。はい。というわけで、これで今まで CS、これ地中海性気候でしたよね。と CW、これが冬季小雨気候。と、あと CFA、CFB って見てきて、で、分布っていうのも言葉では言ったんですよ。言葉で言っただけではやっぱりわかんないっていうことで、やっぱりノートとか、
あと、参考書によっては、白い地図があって、で、飛行機ごとに色塗りができるみたいなのがあるんですよ。そういうので、なんか、自分でこの飛行のところどこかなって言って色塗りとかしてみると、すごい力になるのでやってみてください。で、一応今からこの黒板でもどういう風に分布しているのかっていうのはやっていきます。というわけで、こっち側ですね。かなり大雑把に色分けして、と、あと必要のないところっていうのも地図は省略してるんですが、ここにアフリカがいて、で、ロシアとかなんかユーラシア大陸。で、日本がいて、アラスカ、カナダってあって、アメリカ大陸があるよっていう地図ですね。まず最初に、じゃあ地中海性気候を見ていきましょう。一番目立つのが、地中海の部分ですね。で、なんでここは地中海性気候を選ぶのかっていうと、この、あれですよね、この、中緯度高圧帯っていうのに夏にしっかり覆われるから、っていう話でしたよね。ですが、一応言うと CS 気候っていうのは、乾燥すれば、なりやすいんだよね。夏とかに乾燥してると、すごい地中海の気候になりやすい。で、ちょっと時間を置いた方が良さそうなので、一旦じゃあここで授業を中断するので、次でしっかりどういうふうに分布していくかっていうのを見ていきましょう。